佐竹義し大将13年4月8日は、日本の家族、官僚、旧久保田藩主下佐竹氏の一門である、佐竹あず家を継いで男爵に助せられた。陸軍不評注意、貴族院議員。平戸藩知事松浦線の4男に生まれる。署名は順。1901年、東京帝国大学法科大学を卒業。佐竹あず家は、佐竹四夜と言われる。 佐竹はじめもんであり、久保田藩では過労を務める価格であったが、仙台当主の佐竹義久が1884年に、没した後は、義久の娘の佐竹勝子、ついで義久の義母にあたる佐竹銀須が、女子主となっていた。1900年、佐竹四家の内北家、西家、南家は家族に列し、各当主は男爵が授けられているが、 アズマヤは女子手であったため家族とはならなかった。義順は、銀スの養子となって1903年12月に、家督を相続佐竹アズ家の第23代当主となった。1906年9月、吉久の母親戦争での活躍が功績とされて、佐竹アズ家も家族に列し、義人氏に男爵が授けられた。1907年9月、当館秘書官となり、 以後朝鮮総督府取調局事務官、朝鮮総督府印刷所長などを務めた。1915年8月、貴族院議員に選ばれ、1924年に没するまでその地位にあった。墓は、雑誌がや霊園にある。ありがとうございます。